前霊長は、十世紀から十一世紀の約三十年間、現在のベトナム北部を支配した王朝。首都は花漁。十五世紀に、はじむりが建てた後、霊長と区別して、前霊長と呼ばれる。前霊長の創始者である、はじむ艦は、帝長代、区越の建国者である、霊武寮に仕えていた。はじむ艦は、 帝武領の下で十、道将軍に任じられ、軍事を司っていた。979年の帝武領の暗殺後、ハジムカンはじむ艦は、副王として、国政を取る中で大号のヨークモハトンの中が親密になり、敵対する勢力を討伐した。チャンパ王国に亡命していた、五軒の子孫であるクレヒ喜びが、同年に王位を要求して、花漁に侵攻しようとしたが、ハジムカンはじむ艦は、 くれひ喜びを撃破した。帝武両の死を知った僧は、安南への出兵を決定し、僧の進行を前にして、帝長の将兵は、はじむ艦を新たな君主に押した。よくもがは、この皇帝長を守るために、はじむ艦と再婚し、新たに、はじむ艦が、帝位についた。981年に、白富士号の戦いで、大空越軍は、 カイロから侵入した総軍に勝利し、両山でも陸路から侵入した総軍を破った。982年にはチャンパに申請して、トインドラプラを攻略し、チャンパをインドラバルマン4世は南方に逃れた。983年に、総への徴工を再開し、この時にチャンパ遠征の戦利品と思われる入港や再閣を収めた。大区越軍がチャンパから撤退した後、 ハジムカンの敗下であったりゅツギぎ衆がチャンパで戦場を称した。南方にはインドラバルマン4世とりゅツギぎ衆の政権が並立し、インドラバルマン4世はソウに助けを求めた。ソウはハジムカンにチャンパへの侵入を禁じたが、ハジムカンはソウの禁令に従わず、989年と992年の二度に渡ってチャンパに侵入した。 1993年、ハジムカンは僧より、コ鎮チン軍王に封じられた。1005年のハジムカンの死後、各地に分配した巫女たちの内向によって国力は低下した。ハジムカンの三男のハジムリウマサカリが即位するが、わずか3日で廃位された。代わって、ハジムリウマサカリを殺害した弟のハジムリウが即位する。 はじむりゅうは、残忍な性格で知られ、罪人に過酷な刑罰を下すことを好んだという。はじむりゅうの死後、1 9 0 9年末に僧侶と停身の指示を受けた金軍の指揮官の利口治が、定位についた。広大に、中国で編纂された司書には、利口治が即位の際に妖帝を殺害したと、記されている。皇帝が軍事と民政の両方を統制し、 官人の最高位である大使と最も巧妙な仏僧である大使が君主を補佐した。大使は僧からの使者をもてなす、外交官としての役目も有していた。はじむ官は未公地方に配置して、地方勢力の抑制を試み、よーくもを五人の皇后の筆頭に置いた。国内は十の道に分けられ、道の下にふと州が置かれた。 行政を担当する管理は軍人が兼ねていたが、地方の管理は不足していた。軍事においては皇帝とトカリを守る、近軍、軍事訓練と農耕を行う、地方軍が設置された。毎年春に皇帝自らが地方を巡行し、豊作を祈る赤殿の儀式を執り行った。開墾と生産が奨励され、多くの水路が改作された。また、 天福線という道線も鋳造されている。大公皇帝、中造、はじむ艦の三乱、伏せ朝皇帝、はじむ艦の逸尾、はじむ竜正かの道母帝。天福、百八十年から八十八年京都、八十九年から九十三年王天、九十四年から千七年継随、1 0年から千九年。 ありがとうございます。